ねえ、これやばくない？やばいよね。うん、本当にやばいよね。新作の団子やばくない？新作食べた、超やばくない？うん、あれはやばいよね。今、若者の言葉が乱れている。最近あなたたちの言葉を聞きました。何かにつけて、やばいと言っていますが、何がやばいのですか？え、スズナーンで新作の漫画が出たんだって、それがやばいくらい面白いって。新作の団子がやばいくらい美味しいって。昨日のテレビやばかったよな。うん、あの芸人やばいよな。このように若者の言葉が乱れている。やばいとはもともと論や夜間詞を表す。やば、サインごとされ、危険なものや場所、それを忌避することを、やばい、とされていました。ところが今の使い方派なんですか。漫画が面白くてやばい、新作の団子が美味しくてやばい、芸人が面白くてやばい、本来忌避するものに対し、逆に称賛する使い方はどうなんでしょうか。でも、みんなが使ってるし、時代によって言葉は変化するものじゃないですか。はぁ、ケイネの頭は古くてカチコチ、古い餅と同じなのだ。すべての物事を、やばいで片付けると、あなたたち自身が持つ言葉の語彙力が低下し、最終的に脳の筋力が低下します。さあ皆さん、語彙力が低下し脳の筋力が低下したものの末路を、お見せしましょう。超やべえ。マジダリー。超やべえ。マジダリー。ご覧なさい。脳細胞がお亡くなりになっています。あれが語彙力が低下し、あの程度の単語のみで会話するものの末路です。でもケイネ、ちゃんとあの二人は生きてるぞ。いえ、ああなっては生きていながら死んでる状態です。あのようになっては語彙力の低下とともに、周りを気にする機能も退化し、他にぶつかっても気にしない、ゴミを捨てても気にしない、周りに迷惑をかけても気にしない、それがヤバいを使い続けた若者の末路なんです。絶望した、現代人の言葉遣いに絶望した。先生、質問があります。はい、何でしょうか。桃子さん、大人の中でも脳細胞がお亡くなりになってる人を見ました。あそこにいます、あのマダムたちが。そうですね。うそー、やったー、マジでー。幻想郷の賢者ともあろうものが脳細胞がお亡くなりになっていようとは、もうおしまいだ。先生、霊夢さんやマリサさんといい、脳細胞がお亡くなりになっても元に戻るのですか？元に戻りますよ。そのためには脳の筋トレを行うことが重要になります。やったー。それは最強になれるのか？正直言って簡単なこと。頭を使う、すなわち勉強をするということです。あたいにはもはや不必要なことだ。知るのはもっと頭を使いましょう。まずは本や漫画でも、あらゆるメディアから、言葉の数、周囲を知ることで語彙を深める。特に聞くことで自然と身につきやすいので、ミュージックよりもラジオや落語なんかが良いでしょう。聞く能力を養えば、自然と相手の話を聞き頭の中で整理もできるようになります。頭の中に言葉を入力したら、今度は出力する番です。はじめは言葉を使うことに戸惑うでしょうが、使えば使うほど言葉の世界は広がります。SNS や投稿動画での感想を書き込むのが良いでしょうが、何が面白かったのか明確に書くのが良いでしょう。そしていろいろなものを見て気がつくこと。例えば道で見かけるポスターや道端に生えてる草花、季節の変わり目などに見れる木の葉の色の変化などに気がつくこと。これらができれば脳細胞が活性化されることでしょう。お昼なのでこれから脳細胞が活性化された方をご覧にいただきましょう。ふむ、平日のお昼時、さすがに客数は少ない。その中で一人焼肉か、悪くはない。はじめはタン、早く焼けるだけでなく、網を汚れも少ない。ふむ、実に良い。タンは味わいよりも歯ごたえ。薬味のネギのシャクシャクとした歯ごたえも加わり、歯ごたえの宝庫とも言える。タンは油も多いが他とは違いあっさりとしているだけでなく、レモンの存在がすっごく爽やかだ。前菜に持ってくるのには最高だろう。
続いて歯赤身やカルビ。肉の味わいを味わうなら赤身がいい。カルビは肉と脂身の両方を味わえるが、これはバランスが大事だ。赤身とカルビを焼いてる間に、残りのタンをいただこう。本当はじっくりと時間がかかるホルモンもあったらよかったけど、焼かれて、真っ黒になるまで焦げて、油落として味を磨く。どっかの誰かが言ってたわね。軽く炙って食べられる肉とは違い、ホルモンは手間がかかる。内容物を洗い、臭み身を取るために生姜、ネギを加えたタレに漬け込む。それから網の上でじっくりと焼く。人とは焼肉みたいなものか。うまいことを言うものね。人は磨かれてなんぼのもの。しかし、その道は千里の道、長い道ね。ご覧の通り、彼女は食べながらもその感想をあのように述べています。まさに孤独のグルメの模倣とも言えましょう。なんで暴食カービィの心の声が聞こえるんだ？都合というものです。特上カルビを頼んでいいのかー？ダメです。赤身一枚でご飯を一膳食べなさい。ご飯はランチタイムなので無料ですし、タレを使えば安く上がりますよ。ケーネのケジー、ケチなのだー。彼女がさらに食べ続けます。心の声に耳を傾けましょう。カルビ、この中で最も脂の多い肉だ。口の中が脂の海になる中、漬物3点セットはすっごく爽やかな存在だ。焼肉にキムチ、この組み合わせを生み出した人類の英知は素晴らしい。タン、ご飯、カルビ、キムチ、赤身、ご飯、ウオン、今の私は火力発電所だ。ふう、体が熱くなってきた。すいませーん。はい、何にいたしますか？このスイカ入りの冷麺の大盛りと、石焼きビビンバの大盛りを。かしこまりました。この冷麺はよく冷えている。熱くなった体にこの冷麺は染み渡る。その一方、溶岩のように焼けた石焼きビビンバ。熱せられた器によってご飯が焦げる匂いは食欲をそそられる。冷麺とビビンバ、熱と冷やし。私の口の中がメドロワだ。心の声が聞こえてくるのはやっぱおかしいことなのだ。あたいたちは悟り妖怪にでもなったのか？それは言わない約束です。冷麺は柏木さんの大好物のやつなのだ。柏木さんと書いて冷麺さんと呼ぶの早めておきなさい。先生、もしかしてあのお姉さんがしていることってさ、うちの兄貴がやってることと同じなのかな？ほう、アンズさんのお兄さんもやっているのですか？ふむ、フランクフルトにカップ焼きそばか。普段は体を鍛えるためにも食には気を使っている。そのためにもカロリー摂取は極力抑えながら高タンパク質を摂取する。そのためにもこのようなものは決して口にすることはない。しかし、1週間に1食だけ許される。フランクフルト、タンパク質は取れるだろうが油分が多く。この筋肉を見せるのには皮下脂肪は邪魔者。しかしどうだろうか、この油分の味わい、油分に喜びを感じる。次にカップ焼きそば。焼きそばと言いながら一度も火に通していない。なのに焼きそばと名乗っていいのだろうか。それに1食で600カロリー超え。コンビニの梅おにぎりのカロリーが1つ110カロリーなので、まさにカロリー爆弾でありダイエットの天敵。しかも添加物てんこ盛り。こんなものが体にいいわけがない。うまい。ソースにマヨネーズ。体に悪いものばかりなのにもかかわらず体が喜んでいる。そしてこれをコーラで流し込む。普段はノンカロリーのものしか飲まないが、通常の糖分入りのコーラがこんなにもうまいものか。何が体を鍛えるだよ。鍛える前に食につけよくソアミキ。体が喜んでる？家族は泣いているんだよ。社会のゴミ。ダニ、お荷物、社会の底辺、筋肉もりもり変態マッチョメン。おお、アンズは語彙力の塊なのだ。いや、これはただの悪口じゃないでしょうか？さて、皆さん、語彙力の低下は脳細胞がお亡くなりになる兆候。だからこそ脳細胞を活性化させましょう。今日の復習のためにもう一度言います。その1、本をよく読み言葉の種類を覚えて増やす。その2、人の話をよく聞く。人だけでなく、ラジオ、落語などでも話を聞く力を身につける。その3、実践で使う。
どんなに言葉を覚えても使わなければ意味がない。失敗を恐れず使うべし。その4、感性を磨く。街中で見かけるポスターや花壇に咲く花、季節の変わりに気がつき、それを言葉にすること。それらを行えばおのずとして脳細胞が活性化するでしょう。昨日リンゴ屋の新作の団子がねえ。私も食べたよ。それに刺激されたせいか、セイラン屋も新作を作るって。昨日の宿題どうだった？相変わらず難しい資料がねえ。それでもやり遂げたんだからまだいい方だよ。チルノちゃんなんかはいつも忘れてきちゃって。どうやらみんな元に戻ったようだな。一部を除いて。惑星は遺伝子解約をするどく、一部の人間により遺伝子操作が行われているんだ。ナノマシンで 5G につながり思考を読み取られるぞ。頭を悪いホイールでマイクデータ遮断をするんだ。地球は球体なんかじゃない。本来の姿は平面であり、地球が球体というのはディープステートや、NASA陰謀が、イルミナティカードに書かれていることは真実。それを隠すのは闇の政府の陰謀。はぁ、あ、何を見つけすればこんなにこじれた状態になるんだろうか。これはどうしたものだろうか。